ウェンブリーの前日でしたから、とんでもない名イベントが豪華すぎて、なんかもう胃もたれを起こしそうなくらいのAEW NOW でーす。はい、よろしくお願いします。いよいよですね、元井さん、はい、イギリス・ロンドンウェンブリースタジアムのオールイン、これ直前のダイナマイト、ランページ、コリジョンということになります。そうですね、はい、4日前、2日前、1日前というもう差し迫った状態ですね。この新日本プロレスワールド AEW 配信でもね、まあそこに至る盛り上がりというものを、まあ、しっかりとお届けしてきたつもりではございますかね。はい、でも今回はですね、あえてちょっとそのウェンブリーとはね、はい、関係ない、まあ関係ないっていうのもちょっと違うんですけども、うんうん、ウェンブリーに上がらない人たちでもこんなこともやってますよみたいなのを紹介していきたいかなと思うんですが、はい、どうでしょう元井さん。そうですね、ダイナマイトはジェリコ感謝協会がやはりこの後、うん、どうなっていくのか、もうないのかあるのか。そうですね、ないんですかね。もうとりあえずそのジェリコ感謝協会問題というものは、はい、オールインではクリス・ジェリコ対ウィル・オスプレイというシングルマッチにつながったんですが、じゃあゲバラは、うん、ガルシアは、2ポイントゼロはっていうことになるんで。そうですよね、まあ、アナ・ジェイ選手とか、うん、タイ・メロ選手とか、まあ、やめるわって言っちゃった方もいますけど、うん、どうなっていくんでしょう。私はね、ワンチャンあると思ってたんですよ。あ、私も思いました、今回のダイナマイトを見るまでは。はい、けどちょっとそのワンチャンもないかなっていう、うん、2ポイントゼロの言ってることがすごくね、うん、やっぱ腑に落ちるんですよ、うん、確かに、うん、まあでもそれに対してまだ望みを捨てていないサミー・ゲバラということなので、ちょっとあれだけのね人気ユニットがこのままフェードアウトしちゃうのはね、まあ、全てはまあクリス・ジェリコ次第だと思いますけども。そうですよね、ジェリコ選手が自己中心的すぎるということで、うん、アナ・ジェイ選手も言ってましたし、何かジェリコ選手が何かを改めたらみんなももしかしたら戻ってくるかもしれないですよね、うんうん。で今回のダイナマイトはですね、うん、やっぱりそのオールインに向けて、まあ、いろいろね、起きて、そしてオールインへとつながっていく回ではあるんですが、それでもねこの後に及んでまだ事件が起きますんで結構びっくりすると思いますよ。及んで、嘘って、うん、いろいろありましたね、はいはい、そう思ってたのに違うんだというような事件が勃発しますんで、ちょっとここはね見逃さないでいただきたいのと、あとやっぱりねベターザンユーベイベイ、アダムコール、そして MJF のこの関係性、もうみんながね今ねもう夢中になって見てると思うんですが、はい、若干の不安要素っていうのは残ってると思うんですよ。ありますよね、ちょっとした表情にそれが出てますよね、 MJF 選手もアダムコール選手も。元井さんも信じたいですよね。信じたいんですよ、ずっと続いてほしい。信じてますよね。なんでそこで。まだ T シャツ買ってもいいのかなっていつも思っちゃうんですよ。届くまでの4週間、まだ存続してくれてるのって、ちょっとやっぱり疑問に思っちゃいますね。で、そんなね、皆さんと同じ気持ち、うん、皆さんも同じ気持ちだと思うんですよ。で、さらにびっくりなのが、今回、実は AEW 自身もそう思ってるんじゃないかというですね、事態になっています。ですよね、はい、なんかそれを突きつける形に。そうですね、なってますね。 AEW という会社自体もまだ MJF とアダム・コールの関係性に疑いを持ってる、うん、もしくはなんか葉っぱをかけてる感がありますよね。何か亀裂をつついてるようにも感じますよね、うんうん、ちょっとそれもね注目して見ていただきたいと思います、はい、さあそしてランページなんですが、これランページの方はですね、まさにそのウェンブリーとはまた違う流れというものが出てまして、なかなか見られないレアなランページになってるかなと思います。ーアーロン・ソロ選手とかね。ああ、久々に試合をします、はい。シングルマッチでしたね。すごい気合入ってましたね。はい。オレンジ・キャシディのオール、AW インターナショナル王座に挑戦。タイトルマッチなんて私初めて見たかもしれないですよ。シングルで。そうですよね。まだ巻いたことないですもんね。AW ではまだタイトル巻いたことがないので。はい、でね。
そのタイトルマッチで事件が起きます事件が起きるんです。あの方のあれですか、もしかして、はい、ハーレーさんですね。ハーレーさんがもうハーレーさんがすごい好きで、いや本当あの方才能ありますね。いいですよね、はい、かっこいいし可愛いし、でも何しでかすかわからないところが、うん、仕事仲間としてはちょっとね、僕はあんまり一緒に仕事はしたくないかなあ、そうですか。旗から見てるのが一番いいかもしれないですね。でそんなハーレーさんがおそらくプロレス史上初の、うん、試合への介入というものを見せてくれると思うんで、それがどんなものなのか。そしてキューティーマーシャル対グラビティというですね、グラビティ選手いいですよね、はい、やはりバンディード選手をお兄さんに持つ、もうそのね、ルチャドールですけれどもパワフルで、うん、きっと皆さんも真似したくなる、なりますよね、グラビティポーズとか真似しちゃいましたもんね。真似しちゃいました、うん、はい、意外に体幹が必要だなっていうのがよく分かりました、はい、そしてコリジョンです、はい、もうコリジョンに至ってはもう放送日がウェンブリーの前日でしたから。そうですよね、24時間前くらいですよね。だこれ、これだって不思議なんですが、アメリカで、そうそう、ジョージア州かなんかでしたっけ。そうでしたよね、はい、そこからウェンブリーに。そうなんですよ、前日ですよ。そうですよね、はい、新大阪行くとかとは意味が違いますからね国を越えてますからね、はい、うん、なのでこれどうやってこのコリジョンからオールインへのウェンブリーに皆さん移動したんだろうという、はい、先にね行かれてる方もいますけれど、うん、でそんな疑問を持ちつつ、とんでもない名イベントが、あ、はいはい、ほぼほぼその主要人物が参加するというですね、うん、オールスタータッグマッチがありますんで、豪華でしたね、はい、そうですね、豪華でしたね。豪華すぎてなんかもう胃もたれを起こしそうなくらいの個性のぶつけ合いになってますんでもう入場から、あ、この人もこの人もこの人もってなりました、うん、あとそうですね、そんな感じなんですけども、はい、個人的にはですね、このコリジョンのオープニングにですね、FTW のタイトルの、封印式が行われますので、はい、必見です必見です。ちょっと誰もがいろいろ突っ込みたくなりますよね、はい、多分みんな突っ込みながら見ると思うんでで突っ込んだ後にはジャック・ペリーがちょっと好きになるかもしれませんはい、またちょっと見たくなりましたもんね、はい、だいぶね、ほら元井さんもあのジャ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 ーンって運命慣れてきたって、慣れてきました、今までこうね、はい、おーおーってこれ慣れてましたけど、はい、あの入場曲もちょっとしっくりくるようになりましたね、うん、残念ながらでもこういうなんか乗れないっていうのはあるんですけどもね揺れる要素は一切ないですね、はい、なので今回のね、本当にまあ、ペーパービューなんでオールインが、はい、なかなか見れる環境ある人ない人みたいなのはいらっしゃると思いますが、まあ、それでもね、もしオールインを見れなかったとしても楽しめるダイナマイト、はい、ランページ、コリジョンになってますんで、ぜひ新日本プロレスワールドでご覧になってください。よろしくお願いします。